羽ねしのイラスト羽ねしは、柔道の投げ技の腰技10本の一つ。行動館や国際柔道連盟での正式名、愛不フ略号、HNG。相手を腰と膝を、くの字に曲げた足に乗せ、曲げた足で曲げた足と同じ方の相手の足を、跳ね飛ばして投げる技。行動館初の銃弾を与えられた、山下義明の発明とも伝えられるが、実際には、 柔術時代からあった帯取り腰という技が原型とされる。炭素で、炭袴時代に相手の前帯を秒順もしくは逆に取ってかけていたものが、後の柔道下のように袖が長くなってからは、袖と襟を取って投げる形へと変形し、山下が羽腰と呼ぶようになったと考えられている。多くの教科書では、内股のような腰技と書かれていることが多いが、実際は逆に、 この技が内股の原型となった歴史がある。相手を万歳させるように強く手前髪型に引いて、前隅に崩しながら、前回りさばきで腰を入れる。膝を、くの字に軽く曲げ、体側部全体に相手を乗せるようにして持ち上げ、手前に大きく投げ落とす。足の側面でなく、膝裏からふくらはぎを持ち横から投げると、腹い腰、さらに横から、足を畳につけたまま投げると、 主義の体落ち、相手の逆足にかけると内股になる。これらの技に比べ羽越しは、綺麗な形でありのちに、実戦で見られることは少なくなったが、かつて明治の後半から、昭和の戦前にかけては一世を風靡した、流行儀でもあった。全日本選手権大会の専門の病生した、小形源氏薬巣の基地から、山本正信、田中末吉らはこの技に長じていた。 羽越への特有の返し技としては、羽越返しがある。羽越をやり返した場合は、羽越が記録される。大外羽越は、右組の場合、相手を相手の右と隅に倒す大外狩りで投げたような形になる羽越。後に、行動官指導員を務めた高田勝義が得意とし、彼が称した、ありがとうございます。